ぬお。目の前にはいきなりチェストと、いきなりオープンしているエンドポータル。ようこそ主さん、めちゃくちゃな世界へ。ベル君のめちゃくちゃ宣言きたー。これは今回はとんでもないものが出てきそうだぞ。主さんの予想は的中しています。今回はヤバすぎますよ主さん。ベル君が言うんだから相当ヤバいもんだぞ。すでにエンドポータルがある時点でヤバいのはわかってるけどさ。ということで主さん、細かいことを説明する前に、まずはチェストの中身を確認してみましょうか。早速ヤバすぎるアイテムが入っているのかな？オープーン。おー。ネザライトの剣か。まあ、一番最初のチェストに入っているアイテムとしては、かなりとんでもないことなんだけど、これはまあ、普通のマイクラのアイテムだよね。ということで今回の企画を説明しましょう。今回は、どんどん強くなっていく剣。今主さんが手にしたネザライトの剣。この剣は、ボスを倒すごとにどんどん強くなっていきます。ネザライトの剣からさらに強くなっていくのね。そのボスっていうのは、誰を倒してもいいの？もちろん倒すボスは決まっていますよ。今回ターゲットにするボスは、エンダードラゴン、ファイアードラゴン、カオスガーディアンです。のー、カオスガーディアンかー。このターゲットのドラゴンを倒すことで、剣が強化されます。さあ、果たしてネザライトの剣がどれだけ強くなるでしょうか？カオスガーディアンが相手な時点でとんでもない強化がされそうだけど。それでは主さん、ボス戦に向けて準備をしていきましょう。ドラゴンチャレンジ、スタートです。順番で言うと、まず最初はエンダードラゴンだよな。強さ的に行くなら、エンダードラゴン、ファイアードラゴン、そしてカオスガーディアンの順で行った方が良さそうですね。エンダードラゴンは防具なしでもなんとかなりそうだけど、ファイアードラゴンからはちゃんと防具も作らないと勝てなさそうだな。と思って今回あれも導入してあるんですよ。チート級の企画をするときはおなじみの。まさか？まな板でございます。まな板かー。この四角いシンプルなデザインでありながら、性能はマイクラのどのアイテムよりもすごい力を持っている。まさに最強チートのアイテム。これが出ちゃったらもう今回ヤバすぎる企画なの確定だわ。最近、まな板ロスっぽい視聴者さんもちょくちょくいましたからね。確かにまな板を求めるコメントもあったからね。ということで今回のまな板でまたまな板チャージができるね。自分で言っといてだけどまな板チャージってなんだ。まな板ロスが解消できた人は高評価お願いしますね。割と久しぶりのまな板だけど、まな板を使った立ち回りは全然忘れてないぜ。まな板の立ち回りとかってあるんですね。クリックまな板9個でまな板ブロックを作成。これで、手に持っているアイテムも無限に増やせますね。一応、まな板に関して説明をしておくと、アイテムを右クリックで無限に増やせるチートアイテムです。いや見ての通りのこと言っちゃった。いやまあそれが一番わかりやすいからね。そしたら次はまな板のグレード置きから石に上げよう。木のグレードだと、一度に増やせる量が2個ですけど、グレードを上げていくごとに、増やせる数がどんどん倍になっていきます。石のグレードは4個、その次の鉄は8個っていう感じにね。一度に増やせる数が変わるだけで、すべてのグレードでアイテムを無限に増やせるのには変わりないけどね。これで素材集めが簡単の極みになるというわけですね。石炭にまな板を使うと、石炭鉱石じゃなく、石炭の状態で増えるのいいね。ついでに経験値も無限に手に入りますからね。これでインチャントも問題なし。ちなみにまな板で葉っぱをクリックすると、葉っぱブロックじゃなく、苗木や棒、リンゴが出てきます。だからまな板サバイバルの序盤は、木の葉っぱにまな板を使って、リンゴを大量確保するのもおすすめだね。後々金インゴットも無限に手に入るので、金のリンゴにするためにもこの時点で大量確保しておきましょう。でもリンゴが葉っぱから出てくる確率ってかなり低いから、まな板のグレードを上げてからの方がいいね。石のグレードだと全然出てきてくれないわ。うわー。やっぱりまな板のグレード上げた方がいいね。ということでまな板を持って洞窟探検始まりました。まな板があればツルハシを作らなくても鉱石はゲットできるね。ただ鉱石に向かって右クリックするだけですね。鉄から一気に金のまな板までグレードアップさせたいな。ということでもっと深く探検。水流れてないところ着地いった。ぬおー。石のまな板から鉄のまな板へバージョンアップ。そして前のグレードのまな板ブロックで新グレードのまな板を増やして、こうやって新しいまな板ブロックを作る。流れるようにどんどんまな板をグレードアップさせていきます。金鉱石を見つけたらもうやることはさっきと一緒だね。金インゴットを増やして金のまな板作って、金のまな板増やして金のまな板ブロックへグレードアップ。これで葉っぱからリンゴが出やすくなりましたね。ということで、ぬおー、どんどんまな板で増やしまくれ私。そしたら次は弓矢の材料集めだね。エンドクリスタルを破壊するようですね。雲から糸一つ、スケルトンから矢を一つもらえばいいから。おし、これでオッケー。ポイッと糸を増やして、弓を作れば準備完了。矢はすでにまな板で十分に増やしてありますね。これでエンドラ戦の準備が整った。さあ、まずはエンドラを倒して、ネザライトの剣を一段階強化できるようにしましょう。
今回は随分と島から離れた場所からスタートするな。今回は無限にブロックを増やせるから積むことはないけど、エンドラブレスには気をつけてくださいよ。大丈夫、これぐらいの距離なら。待って、やっぱやばいわー、やりやがったな。エンドラ危なげなく島に着いたので、まずはエンドクリスタルを破壊。破壊完了したのでエンドラに攻撃しまくるのみ。じゃあということで、まず1体目のドラゴンを倒すことに成功しました。これによりネザライトの剣が1段階パワーアップします。ということで、ネザライトの剣がエンダーソードにパワーアップしました。ここから先の剣はいろいろな技が使えるようになります。エンダーソードは全部で13種類の技が使えるよね。それぞれ様々なタイプの技になっているので、戦いの状況によって使い分けましょう。エンダーソードには、テレポートを使ったエンダーマンらしい技もあれば、周りの敵を吹っ飛ばす嵐のような技まであります。まさに今使ったエンダーゾーンっていうのが周りの敵を吹っ飛ばすような技だね。さらには遠距離攻撃も可能なので、近づくと一気にやられそうなモンスター相手に有効となりますね。次に挑むファイアードラゴンなんかは特にそうだと思います。ファイアードラゴン戦は遠距離攻撃系の技をメインに使っていくことになら、まあワープレードという技は、まさにエンダー系らしい技ですね。見ている方角に、結構な距離をテレポートできます。移動の時とかはかなり便利な技だね。長距離移動も快適になりそうだ。ちょっと待って、危ない危ない。水上を向くと、空中に普通にテレポートするので注意です。山をこの技を使って登ろうとすると、山を遥かに越えた場所まで行っちゃうのよ。わー、急げ急げエンダーパルー。ふー、危ない危ない。という感じでファイアードラゴンを探しましょう、主さん。今赤い翼がちょっと見えた。今下主さん、ファイアードラゴンです。防具が鉄のままなので、攻撃を食らったらおそらく即死球です。距離を取りながら、遠距離攻撃で攻めていこう。エンダーソード9個目の技、エンダートルネード。のー、ドラゴンが飛ばされた。エンダートルネードに命中すると、シュルカーの攻撃と同じで、浮遊のエフェクトが一定時間つくみたいですね。ただ、ドラゴンは落下ダメージを受けないからあまりにはなさそうだ。突進してきたドラゴンをこのトルネードで弾き返す。そしてドラゴンちょっと浮かび上がる。トルネードを連打すれば勝てそうですけど、ファイアードラゴンは超強力な火炎放射を使ってきますからね。それを使われる前に倒したいところですね。エンダーソードナンバー3、エンダーショット。これも遠距離攻撃ですね。エンダーソード、遠距離攻撃だけでバリエーションたくさんあるね。っていうかネザライトの剣からいきなりこの強化はやばいな。しかも主さん、これ、まだもう一段階強化を控えているんですよね。これが最大強化じゃないのがマジでおかしいって。さらに別の遠距離技、スプレッドボール。竜巻のような斬撃を前方向にいくつか放つ技ですね。あ、スプレッドボールの竜巻も浮遊効果ついてるね。竜巻系の斬撃には全部ついてるっぽいな。こや、そしてエンダートルネードでそっち側に飛ばされるんかい。主さん、そろそろ決着をつけられそうですよ。そしたら最後はドラゴンに接近してこの技で決めてやる。エンダーソード最大級の技、エクストリームエンド。どうなった？まさか今の攻撃受けてもファイアードラゴン耐えてる？いや、主さん、ファイアードラゴン倒せました。この姿でファイアードラゴン倒れてるのか。すごい、倒されてもなお威厳があるドラゴンなんだな。ということで主さん、2体目のドラゴンも倒すことに成功しました。ということで主さん、最終形態の剣となったので見てみてください。最後の剣の名前はディバインソード。左のエフェクトのところめっちゃ騒がしくなってる。そして性能はどんな感じなんだろう。では見てみましょう。いやいや、ちょっと待って、防御力まで上がるの。主さん、鉄装備ですけど防具のゲージがマックスになっていますね。いつの間に。なんか適当にシフトとか押したら空を飛べてるんだけど、なんなのでしょうかこれ。ディバインソードを持つと飛行能力もつくみたいですね。さらっととんでもないこと説明してるよペル君。すでにヤバい気配ムンムンのディバインソードですが、恐ろしい性能を持つ技は全部で17個存在します。じゃあまずは基本的な技から見ていく。基本的な技じゃなかったです。一つ目の技でこれかよ。ディバインスラッシュは地面をとえぐるほどの威力を持つ技ですね。お、主さん、それが新しい地面の掘り方ですね。これが炭鉱不振スタイル。二つ目、ディバインドライブ。地形をとえぐって突進する系の技ですねこれは。地形をえぐるっていうのが基本なんだねこの剣は。三つ目の技、マキシマムフォースはどんな技なんだろう。ワンチャンク聖地に使えそうですね。普通にワンチャンク聖地やるのヤバすぎるから。4つ目、モーメントスラストはエンダーショットの魔改造バージョンですね。
あっという間にトンネルができました。全部使って詳しく見てると時間かかりまくるから、特にヤバい技をピックアップしていこう。いやまあ全部ヤバいんだけど、今使ったロストスラッシュという技。敵が止まります。こうなったらあとはもう自分から攻撃するだけになっちゃうよね。この技、カオスガーディアンにも効くのか気になる。聞いたらもう勝ち確定ですよねこれ。ということで、このディバインソードを使って、最終決戦、カオスガーディアンに挑む。っていうか鉄装備のまま来ちゃったけど大丈夫かな。それじゃあディバインソードの飛行能力で、カオスガーディアンのところに向かいましょう。世界最強のドラゴン、カオスガーディアンとの戦闘開始。ディバインソードは確かにとんでもないチート級の技たくさんあるけど、果たしてこの技がカオスガーディアンに通用するかどうか。特命。まずは、敵の動きを完全に止めるロストスラッシュを使ってみる。これが効いたら勝ち確定みたいなもんなんだけど。効いちゃった。やべー。さすがにロストスラッシュは効かないだろうと思って使ってみたけど、カオスガーディアンにも効いちゃうんかい。これだとカオスガーディアンの強さが全然わからないですよ主さん。いやカオスガーディアンはガチでとんでもない強さだから、このディバインソードがチートすぎるんだって。もうこの剣の技のことチートの呼吸って呼ぼうかな。そう呼ぶにふさわしい性能していますからね。チートの呼吸重視の方、ロードスラッシュでこんな感じに黒曜石の道を作れます。ということでカオスガーディアンの近くにやってきました。ではディバインソードの中でも最大級の迫力がある技でカオスガーディアンを倒しましょう。チートの呼吸16の方、アナイアレーションブレード。いや何が起こってるかわかんないって。ということでこの視点から皆さんには見てもらいましょう。本当はカオスガーディアン専用にペル防具用意してたんですけどね。普通に鉄装備でも勝てたよペル君。ということで今回はディバインソードを使ってみました。久しぶりの圧倒的なチート性能でしたね主さん。いやマジで過去トップクラスのとんでもない性能だったよペル君。ちなみにさ、この剣の17番目のの最後の技使ってないんだけど、その技はどんな効果があるの？ああ、ワースレスワールドという技ですか。その技の効果はですね、発動すると敵が出てきた瞬間消滅します。はぁ、あ